ナターシャ・ディノーナのブロンズパレットいきますか。こんにちは、スミレです。海外コスメスミレチャンネルへようこそ。今日は新しく出たナターシャ・ディノーナのブロンズパレット、こちらのレビューをしたいと思います。で、今回結構色味がすごく使いやすい色味が入っているので、もしかすると初めて海外コスメのナターシャ・ディノーナのブロンズパレット、これから挑戦したいなって思われる方もいらっしゃるかもしれませんね。そういった意味でもちょっと全体をカバーできるように今日はいろいろと話していきたいと思いますので、最後までゆっくりとご覧ください。その前にチャンネル登録されてない方ぜひお願いします。で、このナターシャ・ディノーナさん、彼女は元ダンサー、モデル、そしてメイクアップアーティストの方なんですが、メイクアップアカデミーもね、開講している方で、このブランドすごく大人気です。今回のブロンズパレット、このパレットはナターシャ・ディノーナの15色入っている基本的なパレットよりも小さいものになります。その代わり値段も半分ぐらいになって65ドルになります。通常のサイズ15色のもの、このぐらいの差があるんですけど、こちらは129ドルです。そもそもナターシャ・ディノーナっていうのは129ドルのね、パレットっていうのはかなり定番だったんですけれども、やっぱりパレット1個でね、もう本当に高いと、なるべくもうちょっと手が届きやすいものを出してほしいっていう声がやっぱり大きくて、このサイズのパレットっていうのは初めてこのサンライズパレットっていうものを以前出しました。これがね、すごくヒットして、やっぱりね、サイズ感もすごくいいし、サイズが小さくなっても十分な量だし、それで65ドルだったらこの方がずっといいということで、このサイズのものっていうのはかなりね、ナターシャ・ディノーナは顧客の声を聞いてそれを反映したようなパレットになるんですが、この後にラブパレット、こちらが同じタイプで出ています。そして今回のブロンズパレットがこのサイズでは3つ目のものになります。そしてこちらが箱になっています。同じブロンズ色です。基本的にこのサイズのね、小さめな65ドルのパレットに関しては、通常ナターシャ・ディノーナのパレットは中にフィルムが入っていて、そこに色の質感とか名前が書いてるんですが、このサイズ感のパレットに関してはそういったフィルムのようなものは一切入っていません。色の名前や質感に関してはこちらの箱の裏に書いています。彼女のパレットの特徴としていろいろな質感が入っているということが長所にあると思います。例えばマット、彼女のマットの質感は2種類あります。1つは代表的な彼女の大人気の質感なんですが、クリーミーマット、記号で言うと CM と書かれているものですね。これは本当に滑らかなね、肌当たりで、ブレンドもものすごくよくできて、綺麗にね、広まってくれて、もうクリーミーな感じなんですね。それがクリーミーマット。もう彼女が大ヒットした質感になっています。そしてもう一つの質感、クリーミーパウダー。記号で言うと CP と書かれているものなんですけれども、クリーミーマットと何が違うか、同じマットの種類なんだけれども、この CP のクリーミーパウダーの方はどう違うかというと、クリーミーマットはすごく全体的に綺麗に広まってブレンドもしやすいのに対して、クリーミーパウダーの方が色の広がりがそこまで強くないです。なので言い方をちょっと悪く言えば、ブレンドはそんなにしやすくはないです。ただ時間をかけてゆっくりブレンドしてあげることで、見た目がしっとりとしたようなブレンドの仕上がりになります。最初私は正直このクリーミーパウダーというね、新しく出た質感はあんまり好きじゃなかったんですね。なんかブレンドしにくい気もするし、あんまりこうね、さーっと広がるわけでもないし、ちょっといまいちだなと思ってたんですけど、そういった意見は海外でもあります。クリーミーパウダーはあんまり好きじゃないって意見もあるんですが、ただナターシャ・ディノーナがやっぱりインスタグラムとかでね、メイクのチュートリアルとか載せているんですけども、その時に言っていたこととして、そのクリーミーパウダーのね、少しずつブレンドできるところがすごくいいと。その時に結構ね、濃い色だったんですね。ああ、そういうことかと思って。要は、ちょっと濃いね、部分、締め色を入れたい時に、ブレンドをしたいんだけども、あんまりバッと広がってしまっても、全体が黒くなっちゃっても困りますよね。やっぱりこの一部分、ほんの少しを締めたいんで、そこは綺麗にブレンドしてくれればいいので、それを考えた時に、あ、理にかなってると思って、それに気づいてからは、ああ、そういうことね、と思って、それだったら結構ね、使い方をね、基本的なブレンドはクリーミーマットのものでやってあげて、締め色とかクリーミーパウダーのもので、こう入れてあげると、すごくね、綺麗な感じになってくれるので、さすがナターシャ・ディノーナ。やっぱりメイクアップアーティストだけでもあって、開発にもね、しっかりと携わってるんですね。だからやっぱりそういうのを分かった上で、そういった質感とか全部反映させてるんで、いいかもしれないと思いました。そして次の質感はメタリック。記号で言うと M の質感です。彼女のメタリックもとても評判が良くて、もうしっとりとしてるし、色もね、もうこってりついたりとか、もうギラギラっと光ったりとか、とにかく質が良いです。
そしてデュオクローム。デュオクロームというのは光の当たり方でデュオ、2つの色味に見えるようなことですね。反射具合によってピンクに見えたり黄色に見えたりとかね、そんなようなものがあるんですけども、彼女はかなりデュオクロームでは最初の方にやり出した印象が私の中ではあります。今ではもう本当に多くのブランドがデュオクローム、さらにはマルチクロームといって、光の当たり具合で色がね、マルチ、もう複数に変わって見えるっていったものもたくさん出ていますが、ナターシャ・ディノーナはデュオクロームをね、やり出してから、かなりね、その光具合とかデュオクローム、私はデュオクロームに本当にハマりました。そしてそれが DC と記号では書かれています。次にクローマクリスタル。これは記号で言うと K という記号が書かれています。この質感は彼女が最初に出た時に賛否両論分かれた質感です。かなりこれはね、トップコートの目的として作られているもので、一色使いでは基本的にはそういった目的ではなくて、必ず上からつけてあげるようなもので作られていたんですが、かなりポロポロね、落ちてしまうといった声があって、好き嫌いが分かれてしまったんですが、最近の彼女のクローマクリスタルはそこまで落ちにくくもなっていますし、また一色で使っても結構いけるんじゃないかなって見え方もしたりします。ちょっと補足です。クローマクリスタルの仲間にクリーミークリスタルというものがあります。これは K ではなくて CK、 クリーミーの C が加わっているものなんですが、過去にはゴールドパレットに一つ入っていたことがありました。同じね、突破の役割をするようなものなんですが、質感がほんのちょびっとだけクリーミーな感じになったということで、あまり入っているものは少ないものになりますので、同じグループだと思っていてくださって大丈夫です。そしてスパークリングエシというものがあります。それも本当に細かい輝きのもので、トッパーとしてね、使われることが多いんですけれども、その質感は最近あまり入っていることは少なくなったかなと思います。ということで、マットの質感が2つ、クリーミーマット、クリーミーパウダー、そしてメタリック、デュオクローム、クローマクリスタル、最後にスパークリング、この6つの種類が基本的にはナターシャ・ディノーナが入ってるんですけど、まあ、ただこれは例外として、一番彼女が最初に出した28色の大きいパレットがあるんですね。その際は今言った色の表記とか質感っていうのはまた違っています。その後に出したパレットからそういった風に変わってきています。なのでナターシャ・ディノーナのパレットを使う際には、そういった質感っていうのを必ずチェックしていただくと、メイクも余計楽しくしやすくなるんじゃないかなと思います。なので私がナターシャ・ディノーナのパレットを新しくね、購入してみた時に最初に何をするかというと、必ず色を開けた時にこの箱を見ます。箱またはね、フィルムがあるものに関しては記号を見ます。どんな質感が入っているのかっていうのを必ずチェックします。そして今回ここに入っている質感、かなりいいと思います。デュオクロームがなんと4つも入っているんです。今まで彼女のパレットはだいたい2つ、丸にないものもあったりとか、多くて3つでした。今回はこのちっちゃなパレットの中に4つも入っているので、おっとまず思いました。実際この後に質感別に色をお見せするので、ぜひ参考にしていただきたいなと思います。まず彼女の代表的な質感、クリーミーマットからご紹介します。こちらの5色になります。こうして見るとどうですかね、やっぱりこのね、ナチュラルメイクにはもってこいのマットっていうのがすごくいっぱい入ってると思います。それぞれみんな使いやすい色味だと感じますね。一番左の色と真ん中の色がちょっと似てる印象もあるっちゃあるんですけど、ただね、若干ちょっと左の方が淡くて、そして真ん中が一番ね、ちょっと濃いめな感じがします。皆さんはどのマットが一番好きですか？で、こういった感じになります。こちらがクリーミーパウダー。このパレットの中で一色この質感が入っています。色味としても一番濃い色になりますね。黒ではなくてほんのり優しい赤みが入ったような本当に濃い色味になっているんですが、優しく入れることでね、淡い感じからしっかりと濃く入れることもできると思います。で、このクリームトゥーパウダー、クリームからパウダーの質感、この感じはやはりしっとり感っていうのがクリーミーマットに比べては強いので、その分ブレンドには時間がかかる、そんなものになります。そしてメタリックがこちらのパレットには3色入っています。ご覧の通り、彼女のメタリックっていうのは本当に発色が良くて、しっとりとしていて、ものすごく使いやすいんですね。海外でも彼女のメタリックは大人気です。今回ね、このパレットの中にはこのような3色が入っています。最後にこのパレットの中にはデュオクロームが4つ入っています。
今までのパレットの中で一番多いですね。そして今回のデュオクローム、この一番左のもの、これが私の中ではおっと思いました。この少しねラメ感わかりますか？こういったラメ感、ナターシャ・ディノーナはデュオクロームに乗せるのは多分初めてなんじゃないかなといった印象があります。やはりデュオクロームにラメ感が入っていると、その分ねそのラメの力を利用して余計に色の変わりっていうのがすごくわかるんですけども、今回ナターシャがねその感じがあったので、おこれはちょっとパッドマックグラスを意識したかというような印象があったんですが、もちろんパッドマックグラスのラメ感はもっと強いので、これに比べるとね断然強さが輝きが違うんですけども、これが入ることによって私も今回例えばね蛍光灯の下とかに行くと、この輝き感がねラメ感がすごく自然に品よく、ただキラキラ感の存在もあって見えるんですね。私は個人的にこれすごく気に入りました。そして真ん中の2色ですね。これは通常のナターシャ・ディノーナのデュオクロームな感じに似てると思います。やっぱりこのシフトする色がオレンジからゴールドみたいな形だったりとか、あとはこの赤系からゴールドっていった形なので、すごくね、ナチュラルな色の感じなんですよね。だからまぶたの上でそんなにギラギラ変わるわけではないんですが、やっぱりほんのりね、とても自然な感じで綺麗に見えます。そして私がもう一個好きなのがこの右側のね、優しい色ですね。この色、ピンクにこのゴールドのね、この組み合わせ私はとても大好きです。上にね、重ねてあげたりすると、例えばね、クリーミーパウダーの上にこの右側のものを重ねてあげても、すごく綺麗なので、いろいろと皆さん冒険してみてください。このタイプのパレットは、カンカンのね、このアルミ缶というか、そういったものになっています。そして中の鏡もしっかりと大きめな鏡がついています。あといいことは手を離してもね、これが途中でね、こうパンと閉まったりしないで、自分でこの角度も調整できるので、鏡として使いたい人も置いて角度を調整して使うこともできるので、すごく使いやすいと思います。そして裏側を見るとちっちゃな穴があります。これをね、細かいもので細いものでクイッとね、押してあげると、これらのシャドウの取り出しができてマグネット式になっています。実はナターシャ・ディノーナのこういったちょっとフェルトのタイプの質感のもの、こういうのに関しても全部マグネット式になっていて、これ私知らなかったんですけど、ナターシャが話していくね。あ、そうなんだと思って。で、このね、ここのところ、このフェルトになっている部分ね、ここをね、簡単にビリビリビリって話すことができるんで、そうするともう取れると言ってるんですが、まあそれはあくまでもこのケース使わないことは結構前提な話なので。なので、ケースも使いたくて取り外しとかカスタマイズもしたいっていう時は、このタイプのパレットはとっても使いやすいと思います。そしてこちらのパレットはイタリア製です。イタリア製っていうのは基本的にアイシャドウのね、製法のプレスの製法がすごく優れているようで、こういったディオクロームとかね、いろんな質感が入っているようなものに関してはイタリア製が多くなります。他のブランドで言うとトム・フォードとかね、あとはパッドマックグラスのマザーシップパレットっていう黒のね、長いものがあると思うんですが、その右側に入っているキラキラとしてね、特別な質感、特別シェードと呼ばれるもの、そういったものはイタリア製で作られています。そしてこちらは動物実験などもしていません。ただビーガンフリーではありません。ビーガンフリーってどんなことかなっていうと、基本的にこういったパレットのね、製造過程において一切動物由来のものを使っていない、そういったものはビーガンフリーになります。ただこちらのパレットに関してはカルマインといって、虫に由来する赤色の色素が結構ちょこちょこと入っています。まあそれもね、箱の裏側を見ていると、どの色味に入ってるのかっていうのがね、カルマインで書いてるので、わかるんですけれども、なので、もし、ビーガンフリーのね、パレットとかを気にされる方がいらっしゃれば、こちらのパレット、色味によってはカルマインが入っているといったこともお伝えしたいと思います。ね、パレットの後ろのね、ここにも書いてるんですけども、あとは、アルコールフリーだったりとか、パラベンフリー。そしてミネラルオイルフリーとかね、そういったこともいろいろと書いているので、興味のある方はね、いろいろともう隅々までいろいろ見ていただくといいかなと思います。あとはこのブロンズパレットにときめきを覚えられた方いらっしゃいますか？そういった方はもしかすると他にもね、ナチュラルメイクができそうなパレット興味があるかもしれません。おそらくナターシャ・ディノーナで言うと他にはビバパレットというものがあります。こちらもね、色のスウォッチなどは別の動画で上げているんですが、サイズ感はこのぐらい変わってきます。ナチュラルメイクがしやすい、使いやすい色がいろいろ入っていて、サイズが大きくなっているので129ドルのものがあります。あとはゴールドパレット、このパレットもすごく綺麗 でこのタイプのね、フェルトが入っているものはこういったフィルムが入っているものですね。さっきお伝えしたものです。で、ここに名前とか、あとは質感、そういったものが記号で書いてあったりもします。
で、このパレットもすごくナチュラルメイクがしやすくて、本当にこのここに入っているマットもとても使いやすいものになっているんですが、どちらかというと少しね、クールトーンとかそういった方も使いやすいんじゃないかなと思います。せっかくなので、ブロンズパレット、リバパレット、ゴールドパレット、迷われている方のためにパレットを並べてお見せして、少しね、色も比べてみたいと思います。早速こちらになります。左からブロンズパレット、リバパレット、そしてゴールドパレットになります。この中でこのね、右側2つ、このパレット、ビバパレットとこのゴールドパレットについては、通常のパレット129ドルのものになります。これがね、みんなカンカンのタイプ、つまり裏側ね、カンカンのタイプのものに関しては穴がね、開いていて取り外しができるようになっているんですが、一方こういったちょっとフェルトのようなタイプですね、これに関しては裏側特に穴などは開いていません。ではブロンズパレットとゴールドパレット見てみましょう。こちらがブロンズパレットと右側がゴールドパレットの比較になります。やっぱりブロンズパレットの方が全体的にブロンズというだけあって、もう少しね、このブラウン味があるというか、オレンジ味ね、赤味とかそういったものが確認できるかと思います。一方ゴールドパレットの方はどちらかというと全体的にもっとね、イエローがかったようなクールトーンのね、もっとゴールドさっていうのが確認できるかと思います。特にね、このメタリックのね、色がとっても、このゴールドすごくないですか？もう大好きな色で、ちょっとね、例えばこういったマットとかね、薄くのせてあげて真ん中にこれ入れてあげるだけでもね、すごく綺麗なんですよ。で、特にこれデュオクロームじゃないんですけど、ほんのりちょっとブラウンがあるような気もしないでもなくないですかね。そんな感じで、でこのゴールドパレットの方にはデュオクロームは1色のみ入っています。それはどれかっていうと、この色になってるんですね。でどんな感じかというと、こういった色味になります。これに関してはほんのりと黄緑を感じるような、まあ、ゴールドなんだけど、ほんのりとね、黄緑を感じるような見え方もね、したりするんですね。すごくでも美しいですよ、本当に。なのでね、こういった色が入っているので、またこれはゴールドパレットの良さっていうのもあるんですけど、ブロンズ感っていうのはやっぱり少ないですよね。あとはマット、マットはね、それぞれこの中にもクリーミーマットがね、こうやって入っているんですね。使いやすい色になってます。なのでこっちが 1,2,3,4,5 色ですよね。でこっちのマットが 1,2,3,4,5 色、同じぐらいなんですけど、ちょっとマット同士で今比べたいと思います。これらがマットの違いになります。左側にあるのがブロンズパレットの方、右側にあるのがゴールドパレット。こうして見るとかなりこう一目瞭然だと思うんですけども、こっちの方がね、全体的にこの女性らしいね、優しい色になってると思います。一方こっちの方はクールトーンですね。もうちょっと大人っぽいようなね、印象があるんですけど、特にね、このゴールドパレットの方の一番左の色、このね、マスタードのからし色のようなものなんですけど、本当にこれはありようでないようなマットの色味になってますね。私もいろんなシャドウを持ってますが、このマットの色味っていうのはね、なかなかありようでない。そしてまた質感は素晴らしいので、すごくこれはね、結構好きだったりもするし、海外でもこの色味についてはかなりね、評判がいいです。でこういったマットの違いっていうのがまずあります。あとはそれぞれね、左がブロンズパレットなので、ブロンズ感を感じるような色味っていうところと、こっちの方のね、ゴールド感を感じる色味、そういったものを想定したいと思います。こちらになります。どうですか、この美しさ。もうね、いつもスウォッチして思うんですけど、あー綺麗、こう塗るたびに、あー綺麗そのね、感動があるんですが、やっぱり私ね、この一番左側のトゥルーゴールドっていうかね、もうほんとこのゴールド好きなんですよね。右の方にもちょっとオレンジ味のかかったね、ブロンズっぽいような見え方のするのもありますが、ただブロンズパレットのこれを見ちゃったら、あ、これがブロンズだよねっていう、この真のブロンズ感っていうのがありますよね。で、みんなそれぞれ似てるんです。似てますよね。似てるんだけど微妙に違う。だからこういう色が好きな人っていうのは、この微妙な違いもかなり重要になってくるじゃないですか。そういう方はこのブロンズパレットはね、本当に最適だと思います。で特にブロンズとかね、こだわりはなくて、ナチュラルメイクなんだけどいろんな違ったのがいいなっていう感じだったら、これでも、ただね、ブロンズのその濃さっていうのはやっぱないんですよね。
だからナタージュもうまいんで、この1個パレット持ってればカバーできるってわけでもなくて、それぞれの良さがねあるんです。だから今回ね迷ってる方もしいらっしゃったら、今の自分にはどっちの色がよりときめくかっていう感じでちょっと見てもらってもいいんじゃないかなって思います。ただそれぞれ持っていても、ほらこれはいいですよって思っちゃうぐらい、特に重複はないんじゃないかなと思います。まあ印象的にはね似たような印象はあるんですけど、まあでもマットにしてもやっぱりちょっと違うしね、こういったものを見るとやっぱそれぞれね違いっていうのがあるかなっていうふうに感じますね。次にブロンズパレットとビバパレットになります。右側がビバパレット、左側がブロンズパレットになります。こう見てみるとビバパレットの方がもうちょっとねこの大人っぽいというか、まあ落ち着いたニュートラルなイメージがあると思います。あとは質感の話をすると、まあ、こちらも単独でレビューを上げているのですが、まだその頃はねクリーミーパウダーの良さが分かってなかっただけなんですけどもこっちの方がクリーミーパウダーの質感がたくさん入っています。これもそうだし、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 これがクリーミーパウダーの質感ですね。こう並べてみると、質感のね、ちょっとパンの感じも違いますよね。こっちがクリーミーマット。これがパウダーの方ですね。これもパウダーの方ですね。やっぱこんな違いがあるんですけど、一方、このブロンズパレットにはこっちしか入っていないです。ね、色味の感じもこのぐらい違いがあります。あとは、マットに関してはね、ちょっとこのあたり似てると思うので、ちょっとマットを比べてみたいと思います。ここ、ね、今見えるところが全部ビバパレットの方になってるんですが、左4つがクリーミーパウダーの質感。やっぱりクリーミーパウダーっていうのはクリームからパウダーの質感なので、しっとりしてる感じがすると思うんですよね、塗った時にね。でこっちの方がもうちょっとクリーミーマットの方がパウダーっぽいような感じがあります。なのでこっちの方がもっとこのまぶたに広がるんですが、しっとりしてる方がねもうちょっとこの広がりがじわじわとした感じになる感じです。でこっちがビバパレットなんですが、こっちの方に行くとブロンズパレットのマットになります。これはみんなクリーミーマットの方ですね。まあ、ちょっとね似たような色味もあるかもしれないんですが、右の方が全体的にもうちょっとこの落ち着いた暗めの色っていうのも入ってるんじゃないかなと思います。あとはビバパレットに入ってる方のメタリックね、そういった方はこの3つなんですけど、かなりねバランスがいいと思います。この明るい色からねちょっと真ん中右側って、そういった感じのいい感じのねバランスになっているので、ちょっとねそういった色とねこの青系とかグレー系とか組み合わせても色のね出来上がる幅っていうのがいろいろあるんじゃないかなと思います。本当に彼女のメタリックもねみんなとっても質感はいいですね。一方ブロンズパレットのこういった質感がねキラキラしてるようなものは断然種類が多いと思います。このぐらいありますよね。なのでこっちの方がマットとかが多くてキラキラしてるのがねこの3つぐらいの感じなので、本当にナチュラルルックのかなりニュートラルなルックが好きな方はこのビバパレットっていうのがいいと思います。ブロンズパレットの方がもうちょっとねナチュラルなんだけどもキラキラしたのもいろんなタイプの種類の色が欲しいっていう方はこっちの方がね向いてるんじゃないかなと思います。ね、こういったキラキラしたもので言うと色の種類の多さっていうのは左のねブロンズパレットの方が多いかなっていった印象になりますね。ということで迷われている方、これら3つのパレットね並べてみるとどんな印象を持たれますか？そのうち私もね自分が持っているナターシャ・ディノーヌのランキングのビデオなんかもやってみようかなって思ってるので、また今後楽しみにしていてください。それではこのパレットでできるルックっていうのをいくつかご紹介したいと思います。マステルこのルックをしたいと思います。で最初にナターシャ・ディノーヌのアイシャドウベースを使います。全体に今使ってる筆はパッドマックグラスのねコンシーラーとか使うような筆なんですけど、それでねちょっと全体になじませます。特にパウダーでセッティングしたりとかしないで色をのせていきます。で使う色に関しては一番上の列の真ん中の色、この色をね全体的にふんわりのせていきます。最初一気にのせない感じで、やっぱり下がねしっとりとしたプライマーが入ってるので少しずつのせます。でもねすごく全然ダマになることもなくて、かなり滑らかについてくれるのが分かっていただけるかと思うんですが、ブレンディングブラシもね博報堂のやつで、博報堂のねブラシのビデオとかも出してるので、よければそちらもご覧いただきたいんですが、このブラシとナターシャ・ディノーヌのクリーミーマットの質感一緒に使うとめっちゃいい
メイク上手に見えますよっていうね、あの初心者の方には朗報って感じなんですけど。そうそうそう。で次に真ん中の一番左の色、それを両端にね、のせていきます。サイドですね、同じブレンディングブラシでのせます。でサイドそれぞれのせたら、ちょっと真ん中もねつなげる感じでのせてあげるような感じにします。基本的にサイドをね、ちょっと暗めをしっかりブレンディングしてあげて、それからこういった感じで全体的にのせてあげる。そしたらペンシルブラシを取って、これもね博報堂のペンシルブラシなんですけど、同じねブラウン、濃いめのブラウンっていうのをのせてあげます。これ真ん中の列の左のものですね、これを全体的にのせてあげます。こんな感じします。そしたらメインで使う2列目の真ん中の色ね、そのゴールドを中央にのせていきます。こんな感じでのせてあげました。そしたら今度は一番上の右から2番目、これはクリーミーパウダーの質感です、濃いブラウンね、それを少しずつブレンドしていきます。まあ、このねクリーミーパウダーに関してはちょっとブレンドはね人によってはしづらいと思う方いらっしゃるかもしれないんですけど、もちろんねクリーミーマットに比べるとしづらいですね。だけどもその一箇所のね濃いところのせたいところっていうのが色広がりすぎずに滑らかにブレンドした感じになってくれるので、結構ね好きだったりもします。そしたらまた綺麗なブラシでこのね右下の色を取ってあげて、境目をねちょっとふんわりとぼかしてあげる感じにします。で最後に、一番下の真ん中の色、このデュオクロームを下まぶたのところにさっきの色の上にちょっとこう重ねてあげる感じにします。そしてアイライナーを引けば完成です。こんな感じのルックになります。次のルック、ちょっとね場所変えたんですけど、今リビングで目の前にね大きな窓があるので、ちょっとその方が色味がわかるかもしれないので、ちょっとそれやってみたいと思います。で使う色に関しては右上のものですね、それを指にとって、今ちなみにまぶたプライマーやってます、この色ね、これを指にとって全体にのせていきます。こんな感じですね。そしたら次に右から2番目のこの色を使ってブレンディングブラシに取ります。それを端のところにのせていきます。際の方が結構入ってきたら真ん中の方に持っていく感じです。ちょっとまだ濃いなと思ったらさらにねブレンドして、濃さをちょっとナチュラルに見えるようにブレンディングをしていきます。こんな感じになりました。結構綺麗にねブレンディングができるかなと思います。そしたら一番下の列の真ん中の色、この色をちょっと目頭の方にのせていきたいと思います。これ細かいところはね平ブラシで本当はやった方が結構よくできるかと思いますね。平ブラシ持ってこなかったから指でやりますが、そうするとねちょっとほんのりとピンクな感じでなりますね。でこの色もうちょっと真ん中に重ねてみてもいいかもしれないんで、ちょっと重ねてみます。そうするとねこんな感じのグラデーション、ちょっとピンクがかってる感じからね濃い方の色味、こんな感じになります。際のところをもう少し私は自然にぼかしたかったので、何もついてないブラシでぼかしつつブラシにちょっとつくので、下まぶたにねほんのりと全体に持っていくような感じにします。特にね濃さとか別に大丈夫だった人は新たにパンから取ってもらってもいいと思うんですが、それから上と同じ色をちょっと入れてあげるような感じにしようかと思います。そうするとこのぐらいの感じになると思います。もうちょっとね濃くしっかり入れてもいいんですけど、私はちょっとこのぐらいにしときたいのでこんな感じにしときます。次はこのルックをしていきたいと思います。こっちはナターシャのプライマー乗ってます。ちなみにナターシャノンナのプライマーはナターシャのパレットとは相性がいいんですけど、例えばアナスタシアとかはあんま相性良くないです。なのでナターシャのシャドウを使うときは私はナターシャのプライマーが一番好きです。最初に使う色は真ん中の一番左側の色ですね、これをまぶたに塗っていきます。アイホールに塗っていくような形にします。でふんわりと全体にやりたいときはこの博報堂の先がね丸くなってるタイプのブレンディングブラシの方がいいので、
今ねちょっとスコットバーンズの最初持ってたんですけどちょっとやりにくかったのでこっちの方に持ち直しました。こんな感じでね全体に色を入れてあげます。真ん中の列の左から2番目のこの色を全体にのせていきます。しっかり色が出てくれる感じになりますね。これはこんな感じになります。そしたらまたさっきの真ん中の一番左の色を使って際のところをねちょっと濃さを足していきたいと思います。でちょっとねくの字な感じで下の方にも軽くねこう入れてあげるような感じにします。そしたら一番下の右から2番目の色味これですね、これを真ん中の方に入れていきたいと思います。いつも私は眼球を触りながらやってるような感じですね。指でやるときはね。こんな感じになります。そしたらさっきのね、色味を取ってとんがってるブラシで、で、その色味を全体に入れてあげて、上の方ともね、ちょっとつなげてあげるような感じにします。そうすると、今のルックの完成です。次のメイクは例えば日中はそこまでアイシャドウを強めにできないとしてもその後予定があってちょっと色を足す感じで変える場合のメイクをしたいと思います。今している左のメイクナチュラルメイクをしてねこっち側にしてそれをした後にその後にちょっともうちょっと派手めにしたいっていう時の変化もやっていきたいと思います。真ん中の右から2番目の色を使います。そして全体にまぶたに塗っていきます。さっとねさささっとやっていきます。これはナチュラルメイクなのでもう淡い感じでねささっとやってあげるのがいいと思います。このブロンズパレットはナチュラルメイクには本当にやりやすいようなマットの色はすごくいいのが入っているので結構ねマットはすごく私の中ではおすすめです。ちょっとね下の方にもちょっとこう持ってってあげるような感じでベースを作ります。そして平ブラシを取って一番左上のトゥルーコッパーの色を使います。そしてこれをね平ブラシでのせていきます。全体的にねのせていってあげます。そして際の方は一番左下の色これを使ってちょっと伸ばしていきます。そしたらさっきのブレンディングブラシでブレンドしていきます。全体をね融合してあげるような感じのイメージです。普通にねこういうのでも綺麗ですよね。ナチュラルメイクでねこんな感じで一番上の左から2番目のマットを使います。ほんのりちょっと際の部分をねマットで締めてあげるような形でします。薄めな感じですね。最後に左下の色で、ね、下まぶたを入れていきます。今度ねペンシルブラシねこの色味をね下まぶたにも入れてあげます。これはね薄めに入れてあげても全然いいです。色の調整も自分の好みでされてください。なのでこんな感じでナチュラルメイクでいるとします。でここからちょっと予定があってもうちょっと色味を足していくとき私だったらどんな感じにするかなというと、今日はグレーを着てるので右から2番目の濃いの色を使っていきます。ペンシルブラシにとってまずこれをね下の方に色を出していきます。そしたら右上の色味をブレンディングブラシで取ります。そしてこれを際の方とかに上からちょっと重ねていきます。ちょっとほんのりね風味を出していきます。これ指で最初からつけちゃった方がすごい色が入るんですけど下地をつけるじゃないけどちょっとねブレンディングブラシで一回この感じの色味を出していきます。そしたら真ん中の一番右側の色これを使ってみんなゴールド系とかブロンズ系なんである意味似たような仕上がりにはなるんですけどね。で一番上の右から2番目の色それを際のところにさらに入れていきます。やっぱり私の場合だったら濃いめの色とかを入れてねコントラストを効かせて濃いめのメイクにしていくっていうやり方が多いのでやっぱり濃いめの色っていうと右上のね右から2番目のとかあとは真ん中の列の一番左とかそのぐらいになってくるのでオプションは結構ね限られてくるとは思うんですが私だったらねこのパレットでやるんだったらそんな感じでちょっと濃さを出すかなと思います。境目の部分もなじませるように
したら右上の色味を全体に上からねまたのせていきます。で、目頭のところちょっとブラシを濡らしてあげて、一番下の右から2番目のもの、それをちょっとねこういったところで光らせてあげます。やっぱり濡らしてあげたりするとメタリックさっていうのがね強調して出てくれるので、そういうのをね目頭側にちょっと入れてあげてもいいかもしれないですね。で、もう一回ちょっとバランスを見て濃いのをねちょっと入れてあげたりとかすれば、ナチュラルメイクの方ともうちょっと濃いめのメイクの方になりますね。またはトゥルーコーパーの色をちょっと濃いめにつけてあげて、濡らしたブラシでねつけてあげるっていうことをしてあげて、でそれぞれ濡らしたブラシでさっきの色をねちょっと濃く入れてあげるっていうのもありだと思います。濃く入れてもね色の出方が綺麗なんで。セミが鳴いてる。そして真ん中の一番左の色、それを取ってさらにちょっと濃さをね出してあげるっていうのもいいかもしれないです。今度はヘイローアイみたいな形で次は両端にちょっと濃いの入れてみたいと思います。これまた使ってこっちの方、ここもちょっと色を入れてあげる。改めて指でトゥルーコッパーの色をつけてしっかりと色味を出してあげる、まあ、色のね感じを強くしてあげて、ちょっとあとはヘイローアイみたいな形にするぐらいですね。で、ちょっとまたさらにねマット色味の感じ出してあげたりとかして、内側もね出してあげたりとかして、でそれぞれアイラインを引いてあげるとこんな感じになります。では私の感想に移りたいと思います。今回このブロンズパレット、まあ結構夏向けにね夏のブロンズ肌に出してるんですけども、海外では結構これ秋の印象があるっていった声もあったりします。まあ私の中もそうで、あ秋っぽい感じもするし、なのでこう夏にもいけるし秋にもいけるし、1年を通して使いやすい色が入ってるかなと思いました。このパレット初めてナターシャ・ディノーナを使われる方はおすすめできると思います。多分すごくね入りやすい色味がいっぱい入ってるのでいいんじゃないかなって思いました。ただこの中には色味でね明るい白とかが入っていないんですね。みんなこういったブロンズになっているので、まあ、それで良い方は全然いいんですけど、もし旅行とか行かれてパレット1個で完結されたい方っていうのはここに明るい白とか入っていないので、もしかすると人によってはそれがねちょっと気になるかなっていう方がいらっしゃるかもしれません。ただいいところはもし他にナターシャのパレットを持っていたりすると、ここでね取り外しができてカスタマイズできるので、ちょっと明るい色をねここに入れてあげて自分の好きな色味で旅行に持っていくこともできるんじゃないかなと思います。で、海外での反応もすごくいいっていう方もいらっしゃれば、あんまりときめきが少なかったと、やっぱりこういった色味っていろんなブランドでも出てるし、もうちょっとパンチが欲しかったとかね、そんないろんな感想もあったりするんですが、皆さんはどっち派ですか？私はどちらかというと、もうこういったブラウンとかのナチュラルなね見た目っていうのは結構もう見慣れている感じがして、あんまりねときめきがなかったんですね。で、手に取って見た時でもそんなに正直ときめきがなかったです。ああこれねっていう感じで結構冷静でした。ただケースの裏側を見た時に、質感を見た時に、あデュークローム4個入ってるんだと思って、この質感のバランスっていうのはすごくいいと思いました。クリーミーマットもすごく多めに入っているし、クリーミーパウダーもね1色ぐらいで、しかも濃い色が入っているのでメイクもしやすいと思うし、そしてデュークロームも今までよりも結構いいんじゃないかなって感じたものもあったりしたので、こういったカラーストーリーであれば他のブランドでもモーフィーでもアナスタシアでも似たような配色って結構あるし、そっちの方が安いし、そういう方で全然いいと思われる方も結構いらっしゃると思うんですね。ただナターシャのねパレットのいいところとしては、様々な質感が入っていて、それぞれのクオリティがとってもいいことです。ね、いろいろあるんだけども、自分なりに使ってしまうよりもやっぱり質感とかね、その使用の目的っていうのを分かった上で使うとメイクの仕上がりがかなり良くなるので、まあ私もかつてナターシャ・ディノーナを使う前はもうそれこそダイソーのアイシャドウから、薬局のアイシャドウから、デパコスから日本のねものとかも使ったりとかしている中で、彼女のパレットのクリーミーマットの質感であった時にブレンドのしやすさにねちょっと感動したんですね。もちろんナターシャ・ディノーナだけではなくて、他でもすごく質がいいねマットを出しているブランドっていうのもいろいろあると思うんですけども、そういった質がいいものを使うと何が違うかというと、メイクの仕上がりがね、例えばブレンドとかした時にまるでプロがブレンドしたかのような綺麗な仕上がりになるので、メイクが上手に見えるんです。
結構そこ大事で、私の中ではやっぱりブレンドとか綺麗にできると濃い色とかね、濃いメイクをした時でも自然にナチュラルに見えるんですよね。ナチュラルなんだけど綺麗に濃い感じに見えるんだけども、もちろんブレンドとかはしないような仕上げ、もうエッジを効かせてね、キリッとすごくかっこいいようなメイクもあるんですけども、そういうのがすごくねお好きだったりとか、お似合いの方はそんなにブレンドを気にしなくてもね、色がすごく発色が良かったり出るとすごく綺麗かなと思うんですけども、初心者の方とかなるべくメイクを自然に見せたい方、そういった方はブレンドを綺麗にできるととても仕上がりが綺麗になると思うので、では質のいいマットっていうのは一度使ってみるのもいいかもしれないです。なので初めてナターシャ使われる方だったら、クオリティはもちろんのこと、質感のバランスがとってもいいし、デュオクローム4つぐらい入っているので、このパレットから入ってもいいんじゃないかなと思います。ただ彼女のデュオクロームはそんなにも今いろんな市場でいっぱい出てきてるので、もうギラギラってすごい変わるようなものではなくて、結構ね緩やかに変わる感じの印象があります。なので瞳の上で思いっきりギラギラ変わるかっていった感じではないので、そういったもうギラギラと色が変わるようなデュオクロームをまとめられてる方は、もしかするとナターシャのデュオクロームはちょっと違う可能性もあります。そのぐらいですかね。他なんかあるかな、言いたいこと、なんか聞きたいことありますか？もし何かあったらコメント欄にねお気軽に書いていただければ、このパレットとこのパレット迷ってるんですよねとかあれば、そのパレットをしっかり並べてもうゆっくり動画を映しますので、やっぱりじっくり色味とか見たいじゃないですか。私そういうタイプで、もう海外の YouTuber の方とか出してるのも、もう動画とか停止してもう拡大してみたいくらいな感じで、店とかにあれば自分で行ってみれればいいんだ。迷ってる方とかね、もう見たい気持ちよくわかるんです。もうしっかり悩んでくださいなのでもう全然本当気軽に行ってもらえれば、私が見せられるものはねみんなこの比べて見せたいと思うので、お気軽に行っていただければと思います。他にあればまたこのパレットの動画をね引き続き作りたいと思います。やっぱりパレットもレビューしてね、最初こういった印象があってもしばらく使ってると結構印象変わったりすることもあると思うので、過去にもねリクエストいただいていて、まだ私の方で出せていないものっていうのはいっぱいあるので、ちょっとそういったものもこれからね少しずつ出していきたいと思いますので、そんな中ね、こうしていつも見てくださってコメントもくださったりとかね、もう本当にありがとうございます。もう私のモチベーションになります。自分の好きなこのコスメとかね、同じ趣味を持ってる方とお話ができるのってすんごい好きで、やっぱりこう普通に街中歩いてて分かんないじゃないですか、誰がねそんなコスメが好きとか、コスメ好き、そういった方に向けてお話ができるっていうのはもう本当に私のこの私の余談とかも聞いてくださってる方とか、特に特にもう最後まで見てもらって本当ありがとうございます。これからもねいろいろ載せていきたいと思うので、末永くよろしくお願いします。ということで、また他の動画でお会いしましょう。バイバーイ。